今日はよろしくお願いします。お願いします。島村、小日向、五十嵐、プロデューサー殿から話は聞かせてもらっている。お前たちの新たなる目標、アイドルユニットの中で一番になりたいそうだな。はい。うん、新年から気持ちのこもったいい返事だ。その息やよし。だが今のままのお前たちではトップなど夢のまた夢だと思え。ああ、私たちのスペシャルメニューでみっちり鍛えてやるからな。覚悟しろよ。はい、頑張ります。うずきちゃんじゃないけど私たちも頑張ります。よし、ここまで。お前たち、今日はよく耐え抜いたな。だが、明日も朝から地獄の特訓の続きだぞ。今のうちにゆっくり休んでおけよ。はあ、ありがとうございました。ですか。なんとかって言いたいところだけど、こんなにハードに感じたのは初めてマンツーマンでレッスンしてもらった時以来かも。ちょっと休まないとお家まで帰れそうにないよ。本当に厳しかったですね。トレーナーのレイさんとセイさん、二人がかりでみっちりレッスンでしたからね。皆さん、お疲れ様です。ウサビン星からホットレモンの差し入れに来ましたよ。あ、ナナちゃん、お疲れ様です。ナナさん、差し入れありがとうございます。いただきます。おいしい。はちみつの甘さとレモンの酸っぱさが染み渡ります。疲れた体にはやっぱりこれですよね。たっぷりの愛情とちょっぴりの生姜が決め手ですよ。それにしてもナナちゃん、差し入れのタイミングすっごく良かったですね。もしかして準備してくれてたんですか。それはやはっ、ウサミン星人のアンテナが助けを求める皆さんのシグナルをキャッチしちゃいましたので、ピピピなんて。本当は昨日トレーナーさんたちが皆さんのスケジュールを
ちゃっただけなんですけどね。あ、そうだったんですね。あのスケジュールは、ちょっと思い出すだけでも嫌汗が出ちゃいます。ナナじゃ1時間と体力持たないかも。確かにすごく大変なレッスンでしたけど、でも自分たちからお願いしたことですし、それにプロデューサーさんも今頃きっと私たちのために頑張ってくれてますし、このくらいで音を上げていられません。だって私たちアイドルユニットの一番を目指すんですからね。じっくり話し合ってみたんです。それで私たちまだまだやれることが、やりたいことがたくさんあるなって思って、アルバムを出したりとか、海外ロケとか、単独のライブツアーとか、映画の主役になったりとか、お城みたいに大きなイベント会場をお客さんでいっぱいにしたりとか、魔法少女のステージとかですよね。3人ならとっても似合いそうです。え、魔法少女ですか。魔法少女はともかく、一番のアイドルユニットになれたらやりたいことがきっと全部できるんじゃないかって思って。なるほど、いいですね。若さが溢れてるって感じです。もちろんまだまだなんですけどね。いくら厳しいレッスンだって余裕を持って乗り越えられるようにならなきゃ。はい、うずきちゃん、みほちゃん、明日も頑張りましょうね。帰ってゆっくり休んで体力回復です。ならホットレモンだけじゃなく、このウサミンスペシャルシップが疲れた体によく効きますよ。さあ遠慮せず。あはは。